仏壇。仏壇とは、家庭内の仏壇について、チベット仏教では、屋内の壁の一面程度を占めるサイズの祭壇上に、本尊、身、口、胃の三本尊イコール仏像、仏画、経典、仏塔や、供物などを、日本仏教では宗派ごとに指定された様式にて、木製の箱イコール仏壇の内部に、本尊や脇地の像、掛け軸、供物などに加え、 先祖供養のための違反や過去調、法名軸などを祀る。内部は仏教各宗派の本山寺院の仏道を模した豪華な造りになっている。大きく分類する場合は、金仏壇、倒木仏壇、家具調仏壇に分けられる。詳しくは、それぞれの項目を参照。仏壇の起源については、自仏道仏壇説と玉棚仏壇説の二説ある。古代インドでは、土を積み上げて、 壇を作り、そこを神聖な場所として、神を祀っていた。やがて風雨をしのぐために、土壇の上に、屋根が設けられた。これが、寺院の原型である。それを受け継ぎ仏壇の、壇は土辺である。日本の白宝十四年、西暦六百八十五年三月二十七日、天武天皇が、諸国の家ごとに仏社、仏の大殿を作り、すなわち仏像。 仏の味方及び教を着てて、礼拝供養せよとの御とのりを出した。それにちなみ全日本宗教用無共同組合では、毎月二十七日を仏壇の日に制定している。ただし、この御とのりは、現在の仏壇の直接の起源ではない。貴族などの上流階級においては、自仏堂を持つ者も,もあった。藤原頼道の平等院報道や足利、義光の録音寺などがある。 また、さらしナ日記の作者、菅原高瀬江城が、薬師仏を等身に作って、屋敷内でしたというのも、仏壇の源流である。武田長州によると、蒸気のような自仏像が縮小、賄小化し穴に取り込まれることによって、仏間を経て仏壇に変化したとしている。室町時代、浄土新州中高の祖である本願寺発生、蓮女が不況の際に、 南部阿弥陀仏と書いた掛け軸を信徒に授け、仏壇に祀ることを奨励した。仏壇を作る際に本山を真似たところから、現在の金仏壇の元となる。それゆえ、浄土真宗では仏壇に対しての決まり事が多い。なお、現在でも浄土真宗において仏壇の本尊は掛け軸であり、菩提寺を通して本山から取り寄せたものとされる。なお、仏壇は、 仏教国であるタイなどでも見られない。それは、寺院が生活の身近にあり、家の中に改めて小さな寺を作る必要がないからであり、供養団としての流れが加わっているためでもある。モンゴルでは、ゲルの中に、チベット仏教の仏壇を設けることがある。おぼに、先祖や荒仏の霊を迎える祭壇のことを、玉棚、盆棚、水棚とも言う、という、形状は、 地域、時代によって様々であり、四隅に竹や木で四本柱を建て板を渡したものや、茶卓を使用する場合もあ。民族学者の柳田邦夫は、この玉棚が、盆のみの設置から常設化されて仏壇になったとしている。現在、仏壇の起源については、竹田の言う、自仏道仏壇説の方が有力視されている。江戸時代。 江戸幕府の宗教政策である寺受け制度により、いずれかの寺院を、菩提寺と定めその段下になることが義務付けられた。その証として、括弧ごとに仏壇を設け、朝、幽霊拝し、先祖の命日には僧侶を招き供養するという習慣が確立した。社会が安定し、庶民の暮らしが豊かになってきたことも背景に、庶民にまで浸透した。また日光東照宮などに見るように、 原禄期の社寺建築技術の流星が各地に影響を与えた。金仏壇産地の多くはその頃に宮大工が起こしたと言われている。この点についても諸説存在する。鎌倉時代に前州と共に遺廃が持ち込まれると次第に浄土新州以外の各州派で用いられるようになり江戸時代には一般化した。その遺廃を置くために遺廃団を作ったり、 浄土真宗を真似て仏壇を使用するようになった。その後、浄土真宗の仏壇と区別するために禅宗様が生まれる。そのために他州では浄土真宗ほど仏壇に対して厳しくない。なお神道には仏壇にあたる祖霊者がある。神棚に神を祀り、祖霊者には先祖を祀る。これは、供養団が神道風に発展したものである。ただし、 江戸時代までの神棚には、先祖33回忌を過ぎた例の集合体も同時に、建てつられていた。寺院の住職家族用の仏壇を、特にご内仏という、小型の寺院という考え方であれば本堂があるので、必要がないはずだが、先祖用の観点から、別途用意されることが多い。仏壇には、扉がついている。寺院の三門を見立てたものと言われる。また、 寺院の本堂において内人との境には巻き障子がある。そのため仏壇の扉の内側も障子がつく。仏壇内部は基本的に三段になっており、中の一番高い中央の眉を趣味岩と呼ぶ。趣味山をかたどったものとされる。趣味岩の上は宮殿、空殿と呼ばれ、本尊を祀る。各宗派の本山寺院の内人を模して作られるため、 中派により作りが異なる。その左右には脇自仏や素子を祀る。趣味団を含めた最上段には甲覧がつく。その下の段に位牌を置く。位牌が複数ある場合は、向かって右、左、右と交互に並べる。第二次世界大戦後、仏壇の左右両側面の上部に穴が開けられるようになった。これは灯、灯籠。 灯籠の配線用のコードを通すためのものである。仏壇作りは木材の加工から漆などによる装飾まで伝統工芸を含む職人の八工程ほどの分業制となっており、木地市、宮殿市、薪絵市、彫刻市など各地に仏壇産地がある。家族形態などの変化から仏壇を新規にしつらえる家庭は減っている。 愛知県東部の三河仏壇では1985年頃が生産のピーク。一方で、口述のような宗派による様式と異なった現代美術と組み合わるなどした仏壇がデザイン、制作され、外国でも展示されるといった新しい動きもある。東北仏壇ではほとんど差異がないが、金仏壇では特に以下の違いが顕著である。この他にも特徴があり、地域差がある。 日蓮正宗、大石寺や総科学会の仏壇は、多宗派の仏壇と比べて構造が全く異なり、寺院の寿司に模した扉が内部に取り付けられている。最近では寿司型の仏壇も多く作られており、寿司の扉は電動式で開閉するものが主流である。寺院同様、趣味壇の上に寿司を置くだけの場合もある。仏壇、仏具の寸法は、借官法が、 基本になる。仏壇の規模の表し方は、金仏壇では、大という単位が用いられる。これは中に掛けられる。掛け軸の大きさのことを指しており、これが三幅掛けられるだけの内のりがあることを示す。その際の掛け軸とは、浄土真宗の本山から取り寄せた掛け軸を指す。浄土真宗では、本山から取り寄せた掛け軸を祀る。 20代、30代、50代、70代、100代、120代、150代、200代がある。浄土新宗各派でサイズは多少異なるが仏壇サイズは同じで作られる。各産地により差異があるが、具体的には、あくまで内乗りであるので、同じ50代でも、外数法は異なる。代という単位は、浄土新宗に基づき、江戸時代における本尊のサイズごとの代価の名残であり、 金仏壇と浄土真宗のつながりの強さを感じさせる。中に入れるものの大きさが基準となっている。単位しては、珍しい例。これの他に、東北仏壇と同様に、外寸寸法表記を用いる地域も多い。仏壇の規模の表し方は、高さと幅の寸法が用いられる。と幅とは、扉を閉めた時の扉部分の全体幅である。 土地柄によっては戸幅が先で高さが後に表されるところもある。あくまで戸幅であるので同じ43から20でも全体幅奥行きは異なる。タンスの上に置くような小型の仏壇の規模の表し方は総竹を5もしくは竹で表す。仏壇は一基一本一台で数えられる。元は据え付けるという意味の助数詞。 据え付けるというのは、世主の家に収まるということであるので、生産段階、販売段階では、台と本が主に使用される。展示本、台数、生産本、台数という。仏壇の内部及び、その周りに仏具をごそかに飾ることを、小軍という。仏像もしくは掛け軸の本尊を祀る。本尊は祀る対象のものであり、仏具とは呼ばない。 そもそも仏壇とは本尊を祀ったものであり、本尊を入れる前のものは家具と同じであり、本尊を安置し、仏具によって称耗して、初めて仏壇としての機能を果たすことになる。ただし、それは小型寺院としての起源から見たものであり、供養団という観点から見れば、遺牌や写真を入れて、個人を祀っているものも仏壇に含まれる。仏具の内容は宗派により異なる。 また同じ名前の仏具でも宗派により形や色が違う。浄土真宗系は黒塗り、根系、他宗は朱塗り、朱色系のものが使用される。以下のものは仏壇に入れるべきではないとされる。仏教は本来ご利益信仰ではないという観点から見れば、祀るべきではないが実際には、仏尊や先祖への感謝などの気持ちで地方の休暇等も含め仏壇に祀ることは多い。 仏壇を購入したら、僧侶に戒願、法要を依頼する。いわゆる、聖魂、使用年、使用ぬ入れのことで、仏像や掛け軸、遺廃に対して行う。これをすることによって、初めてご本尊や遺廃が礼廃の対象になり、仏壇も箱から仏壇になる。宗派により、入り仏式、お写し、お頭し、実魂式、お礼入れ、お魂入れなどという、祝い事であり、 水引きは紅白となる。表書きは海外供養料、入れ伏しきご伏せなどとする。購入日からよほど日が空いていなければ、法用の際に一緒に依頼することが多い。仏壇を処分する際には、聖魂抜きをする。また、仏壇の移動、洗濯などの際にも、一旦、聖魂抜きをしてから終了後に、聖魂入れをする。日蓮正宗では、新たに本尊がカフされた場合に、 僧侶の同志により入り物式が行われ、寺院が新たに創設された場合や、本堂安置の本尊を新たに迎えた場合、本堂が建て替えられた場合に保守を迎えている物式、本堂再建で、かつ本尊が過付されない場合は、本尊修復後の海岸供養を兼ねて、落成式が行われる。引っ越しや仏壇の購入の場合は、潜座式として行われる場合が多い。仏壇に対し、 聖魂抜き、聖魂入れは行わない。また、浄土真宗では、入り仏式と呼ばれるが、本尊に仏を入れるといった考えがないため、正確には、入り仏喜び三法要と呼ばれる。仏壇や仏具、神棚、墓石などの祭祀財産は、相続税について、課税財産と扱わない。つまり非課税である。これは、仏壇は個人のものではなく、 共有財産と捉えられるからである。ただし、純金の仏像など、純然たる信仰の対象とは考えにくいものは、課税財産となる。一方で少子化が進む現代日本では、子孫や親族がいない、あるいは供養の負担をかけたくないため、墓じまいと共に仏壇を処分する人もいる。ところさん、大変ですよ。2019年7月25日19時30分。 NHK 総合テレビでは現代日本の住宅事情に合わせ、大型仏壇の魂抜き供養、リメイクして、上置き仏壇、またはリサイクルして海外に渡り、アンティークタンスやカトリック信者の多いフィリピンでは、キリスト像を飾る祭壇に転用されている例が紹介されていた。消費者が商品の知識をあまり持っていないことをいいことに、もとは安価なお仏壇に高額な定価をつけ、 大幅な値引きがあるように装って販売するといった二重価格での販売手法が横行している。2010年6月、消費者から寄せられた多くのクレームを受け、経済産業省より全日本宗教用具協同組合と全国伝統的工芸品仏壇仏具組合連合会に業界の正常化への申し入れがあり、前述の業界団体において、 仏壇の表示に関する公正競争規約を策定。公正取引委員会と消費者庁がこれを認めた。この公正競争規約は、不当経品類及び不当表示防止法、昭和37年法律第134号第11条第1項の規定に基づき、仏壇の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を保することを目的とする。主な内容は以下の3点。近年、ペットは家族の一員となっている。そこでペットの死に際し、人間と同じように葬儀やお墓、仏壇を用意するケースも増えている。原則的にペットは人間と同じ仏壇には祀らない。祀る場合は、 別ッドも受けることになる。それはすぐ、世界、人間道と畜生道が違うからだと言われる。写真や、位牌の他に、祀るとすれば、馬頭観音像や観音菩薩像を置く。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。